こんにちは、エマです。一日一もリクテーションの時間です。聞き取って、書いてください。時間がある人は、シャドーイングも、してみてください。では、三回、言います。考えていても、ラッチが開かないから。実際に、聞いてみることにした。次は。 少しゆっくり言います考えていても拉致が開かないから実際に聞いてみることにした最後に字幕を入れて言います。 考えていてもらちが開かないから実際に聞いてみることにしたでは解説の時間ですどうですか聞き取れましたか今日は慣用句が入っていましたどんな慣用句か分かりましたか今日の慣用句は「らちが開かない」です。 これはどういう時に使うかというと物事がはかどらず進まない時に使います、まあ、簡単に言ったら解決しないとか決着がつかない終わらないというように前に進めない状態を表す慣用句です この慣用句は日常会話の中でも結構使われます。例えば、君と話していても拉致が開かないから上のものを呼んでくれないかなのように、もう前に進まない、解決しない、そういう時にこの言葉を使うことができます。この 「らチが開かないの」のこの漢字はとっても難しいので日本人でも書ける人は少ないと思うんですけどもし漢字に興味があったら是非この漢字も一緒に覚えてみてくださいねでは今日の慣用句は「らチが開かない」皆さんも是非覚えて使ってみてください今日も頑張りましたねお疲れ様でした ではまた次のリクテーション一緒に頑張りましょう。ではまたね。さようなら。